と連絡してくれたの。待ってたわ。ずいぶん久しぶりね。ジャッキーが旅立った時以来。生活の方は？息子のいない暮らしには慣れないものよ。でもなんとか踏ん張ってる。お悔やみをと思って連絡したの。ふん、お悔やみですって。リー、私たちは一緒に暮らした仲でしょ。そんな赤の他人みたいな態度を取るのはやめてちょうだい。こっちから連絡しようと思ってたの。ちゃんとお別れをするためにジャッキーのオフレンダーを準備してるところでね。式はコヨーテコホである。あの子の友達がたくさん来てくれるわ。分かったよ、ママメルズ。私も行く。もちろんそう言ってくれると思ってた。アイテベオ、リー。ビリヤード台は運び出さないとダメね。本気か？かなりでかいぞ。B、よく来てくれたわね。まあ、ほら、座って。ビールにする？ええ、ちょうだい。サルー。あれから随分経つけど、調子はどうなの？正直言うと、あまり良くない。どうしたのよ？ジャッキーが亡くなったあの夜以来、なんていうか、物事があまりうまくいってなくて。セコモテシェンテス、トードスロサベモス。オフレンダの準備をしてるとこなの。まだまだやることがたくさんあるわ。オフレンダって何をするの？家族や友達が集まって旅立った人との思い出を祝福するの。その人が生前好きだったものやあの世で役立ちそうなものを持ち寄ってね。となるとビールは欠かせないね。もちろん用意してる。私も手伝うよ。グラシアス。でも大丈夫よ、来てくれるだけで十分。私も式に参加したい。ちゃんと送ってあげたいの。伝統的なやり方で。もちろん。でも棺に置くものがさ、あいつとの思い出に捧げられるようなものが何もない。大丈夫よ。大切なのはあなたの気持ち。供え物はただのシンボル。あの子のガレージで何かを探すといいわ。思い出はみんなあそこにあるから。ガレージを持ってたの？ええ、最初はバイク用に使ってたんだけどね、いつの間にかそっちに住み始めたの。きっと何か見つかるわ。勝手に見て回っても？もちろんよ。あの子はもういないの。式は生き残った私たちのためにやるんだからね。ほら、鍵よ。ありがとう、ママウェルズ。いいのよ、あなたには思いやりの気持ちがある。素晴らしいことだわ。ガレージはリパブリック通りよ。アイテベオ。アラビー。一人なの？ここはあんまり治安のいい場所じゃないよ、ミスティ。10歳の頃よくここに座ってた。今は26歳。何か起きるならもうとっくに起きてるでしょ。ここで何を？こうやって待ってる、彼のことをね。もう戻ってこないって分かってるのに、最近よくここに来るの。1時間とか2時間いることもある。バカみたいだけど、彼のことが恋しくて。座って少し話さない？バカなんて言わないで、ミスティ。全然普通のことよ。そうかな。いつ知り合ったの？10年以上前、
地元が同じだからしょっちゅうお互い見かけてたんだけど、別に何かあったわけでもなかった。1年前までは。ええ、私の人生で最高の1年。ジャッキーはよく話してたよ、ミスティがどれだけ大事な存在かってことをね。嘘でしょ。少なくとも言葉は違ったと思うけどまあね、でもそういう意味のことを本気で言ってた。本当のジャッキーを知ってるのはあなただけね。みんなは彼のことを頭が空っぽの乱暴者だと思ってるけど、違う、彼はそんなんじゃない。ミスティにとっては、前に彼がこんなことを言ってた。私が撃たれそうになったら迷うことなく身代わりになるって。ヘイウッド育ちらしいね。彼は夢と野心で溢れてた。代償は高くついたけど、そこには彼の過去が詰まってる。中に入らないの？鍵を持ってないの。ジャッキーから渡されてないの？てっきりそういう仲だと思ってたけど。断ったの。彼には自分だけの空間を持ってて欲しかったから。ママウェルズが式を開くの。あいつが大事にしてたものを備えたいんだけど。選ぶのを手伝ってくれない？私が入っていいのかわからない。まだ早すぎる？いえ、そうじゃないの。ママウェルズとあまりいい関係じゃなくて、彼女はきっと私が入るのを嫌がると思う。思い出を汚されたくないはずよ。ジャッキーはそんなこと思わない。そっちの方が大事でしょ。ほら、フルチューンされてる。あいつ本当にバイクマニアだった。エンジンいじりにハマってたね。初めてバイクに乗ったのは15の時。今思うと事故を起こさなかったのは奇跡よ。男の隠れ家にはやっぱ欠かせないよね。もう印刷されてないコレクターアイテムとか言ってたけど。でしょうね。そりゃ大事にしないと。たがために金はなる、アーネスト・ヘミングウェイ。彼は何度もそれを読んでた。大きな仕事の前はいつもね。作者はモーガン・ブラックハンドよりタフなやつなんだって。ミスティは読んでみた？感想は？いえ、タイミングがなくて。オフレンダの供え物には良さそうね。純粋でまっすぐなやつだった。オフレンダの供え物は見つかったけど、もう少し見てみない？開いてないね。彼のお気に入り、いざという時の戦略物資だって。何それ？ポルケーノベテストカルウナリゼルバエストラテイカーバ。ダンテ・ゴンザレスのサイン入りボール。ダンテもヘイウッド出身なのよ。ここじゃみんなバスケをやるけど、彼の才能はズバ抜けてた。バレンティーノズを抜けたのは彼が最初なんじゃないかな。ジャッキーみたいに？そう、二人ともあそこの水が合わなかったのね。ダンテは今や NC ブラックアウツのキャプテン。2020年からずっと飾ってあるんじゃない？ジャッキーは体を鍛えるのが好きだったよね。瞑想みたいなもんだって言ってた。バーベルは最高の相談相手なんだって。静かに悩みを聞いてくれて、下手なアドバイスは一切しない。開かない。何があるんだろう。そこは彼の寝床よ。きっと別の鍵があるのね。探してみましょう。どこかにしまってあるかも。見つけた。あ、ジャッキー。これってマンダラ？ええ、
もう長い話なんだけどね。ねえ、大丈夫？大丈夫どころか幸せな気分。ジャッキーに言ったことがあるの。ここには邪悪なエネルギーが溜まってるから、砂のマンダラとかで浄化した方がいいって。そしたら彼、自分なら代わりに砂の城を作るって。ウェルズ家の隠れ家だか要塞だかを作るんだって。裏ではミスティの言葉を信じてたってわけね。そうみたいね。綺麗な模様ね。ひどい出来よ。でもこんな美しいもの見たことない。水槽？タコスがいたのよ。タコスっていうのは？ここで小さなサメを飼ってたの。その名前。ずいぶん根が張りそうなペットね。買ったわけじゃないと思うけど。ジャッキーの好きなテキーラね。まだ開けてない。それは幸運のお守りよ。ヘスースでアバホが作った最初期のボトル。セントゾンテキーラの創始者の？世界に100本しか残ってないのよ。所有してるのはたった 1% の人たち。そんなものどうやって？メキシコであるおばあさんから買ったんだって。その人曰くデアバホにレシピを盗まれたとか。持って行こう。ジャッキーも喜ぶと思う。ジャッキーの父親ね。バレンティーノズの一員で昔仇のワルだった。会ったことは？ううん、話に聞いたことしかない。あまり父親とのいい思い出はなかったみたいね。革のベルト？思い出の品ね。彼の父親のものよ。ジャッキーとお母さんをそれで痛めつけてたの。だけどある日、ジャッキーは反撃に打って出た。次やったら殺してやるぞって脅して、父親は病院送りで、そのまま家を出てった。とっておく意味がわからない。父親が戻ってきた時のためよ。これもあった方がいい。いい写真ね。行きましょう。リー、私はもう少し残ろうと思う。私はここでお別れを言うよ。ママウェルズに歓迎されないから。どういうこと？ママウェルズと何かあったの？ジャッキーの相手としてふさわしいと思われてなかったのよ。何か理由があるの？ジャッキーの元アウトプットにカミーラって子がいるんだけど、ママウェルズは彼女がお気に入りだったの。なるほどね。何言ってるのミスティ。来ないとダメよ。ママウェルズの邪魔をしたくないの。シキは家族のものだから。でもジャッキーの家族でしょ。そうね。ありがとうピー。それじゃあ出発する？ナイトシティを出ようと思ったことはある？あるよ。一度は実際に出て行ったんだから。本当？どこに？荷物をまとめてネパール行きの飛行機に飛び乗った。移住しようと思って。だけど1週間して悟ったの。私は都会の喧騒の中でないとダメなんだって。それじゃあまた来ようてで。お悔やみを。彼はとてもいい子だった。パドレ、どうぞあの子に乾杯を。飲んでいって。デアクエルド。ピー、よく来てくれたね。もうすぐ始まるわ。さあ座って。よー、ビー。今日は来てくれてありがとう。ジャッキーがどんな人間だったかとか、あの子を失ってどれだけ寂しいかとか、そんな話はしない。代わりに
ある出来事を紹介するわ。あれはジャッキーが19の頃だったかしら。あの子はバレンティーノズの一員で、当時メイルストローム相手に日々戦ってた。そんな時に病院から連絡があってね、あの子が3発も撃たれたっていうの。それも心臓の近くに。私が病院に行くと、あの子は意識を取り戻してた。体中からいろんな管が伸びてて、まるでタコみたいだったのを覚えてる。そしてこんなことを言ったの。心配すんなおふくろ、俺は防弾仕様なんだ、だから絶対死なないんだって。それから私の帰り際にバレンティーノズの指輪を外したの。もう必要ないからって。あの子はおじけづいたんじゃない、ただ私を安心させたかったの。です完全パス、ミーホー。ボクシングクラブのナイトシティデビルズにはこういう言い回しがあるんだ。自分をノックアウトできるファイターを一番の親友にしろ。ジャッキーの腕はまるで大砲だった。あんな強烈なのは食らったことがない。今でも感触を覚えてる。12ラウンドを思い出すぜ。Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. ¿Hoca ni va? Atashi wa yoku. Hashimete Jackie ni atta toki no koto wo omoidasu. Oo mukashi no. Ie. Sore dokoro ka. Marude bessu sekai de okita koto no you ni kanjiru kedo.ジャッキーはかつて私の命を救ってくれた。それから何年も経って、あいつはナイトシティでまた私を救ってくれたの。何もかも失ってもう終わりだと思ってたのに、そして私は自由になれた。それは全部ジャッキーがいてくれたおかげよ。ジャッキー・ウェルズ、何があっても自分で決めた生き方を曲げない立派な男だった。一度目標を定めたら、あいつは死ぬ覚悟でそれを成し遂げようとする。前にこんなことを言われた。チーカ、誰かを恐れるな。恐怖は最大の敵だ。愛する人のためなら自分の命さえ迷わず犠牲にできるやつだった。だけど何よりあいつは、ジャッキーは人生を愛し、決して恐怖を見せなかった。考えすぎず思ったことを率直に伝え、精一杯に生きたはず。自分は銃弾を食らっても絶対に倒れない、アフターライフの伝説になると息巻いてた。そしてあいつは目的を成し遂げた。権力を握る連中に一矢報いてやったのよ。もしあいつがここにいるなら、きっと今頃中指を突き立ててるでしょうね。満足することなく常に上を目指してた。安らかに注文。乾杯をいいかしら。オルミイホ。優しい言葉をありがとう、ビー。来てくれて嬉しかった。
いいおフレンダができたわ。今日はたくさんの人が来てくれた。ジャッキーをたぶらかしてたあの子もね。名前はミスティ。え？彼女の名前。ジャッキーはミスティのことを大事に思ってた。まずは夕飯に誘ってあげたらどう？それくらいならいいでしょ。あなたは良い心の持ち主よ。息子の代わりに持っていて。本当にいいの？傷でもつけたらきっとジャッキーが怒る。じゃあ傷つけないように気をつけて。ありがとう。大事にするよ。悔いだて、ビパドレ。仕事相手に別れを言いに来たの？ああ、惜しい男を失ったからな。ねえパドレ、ジャッキーは今空から私たちを見てると思う？神との会交は果たしただろう。それだけ？神がその会交に満足されたかはわからない。ジャッキーはしただろうがな。ジャッキーのことはよく知ってるの？あいつがこの世界に産み落とされた日から覚えてる。父親が去った日も、お前があいつの家に迎えられた日もな。ああ、あいつのことはよく知ってる。ストリートの状況はどう？時と場所をわきまえろ。ここへは死者を弔いに来たんだ。もう行くよ。神と共にあれ。ミスティ、大丈夫？ええ、心がまだあのガレージにいるみたい。時間をちょうだい。ママウェルズは気を落とさずに何とかやる。もう一杯どうだ、ジャッキーに。ジャッキーがいないって事実になれないね。振り向いたらそこにいるんじゃないかって思っちまうな。よく座ってたお気に入りの席にさ。ええ、ジャッキーに。ジャッキーに幸あれ。改めて寂しくなるね。俺もさ、チーカ。俺もさ、さらなる高みに旅立ったジャッキーに。ジャッキー・ウェルズ。ヘイウッドの申し子に。じゃあ、もう行くよ、ビク。ああ、またな、ビー。